北海道の海の幸、大地の恵みをいっぱいに積み込んだトラック、そしてシャーシー。船上には北海道の思い出をいっぱいに詰め込んだ人たち。北海道苫小牧の岸壁を離れ、船は東京へ向かいます。正午に出港した船は、翌日の夕刻、東京に到着するのです。太平洋は広かった。観光と流通機構の大きな二つの役割を持った知床丸、そしてえりも丸は、このようにして東京から北海道へ、北海道から東京へと青いハイウェイを走り続けるのです。みんなで見上げた星空で、僕が見つけた北斗星。太平洋は広かった。オレンジ色の煙突を持ったカーフェリー、オレンジパンネルグループの船が次々に日本中の港をつないでいきます。そしてやがてはさらに青いハイウェイを世界に向かって走ることでしょう。